ジャンパー佐田の創世の陰陽師救急如律令。バンダイナムコエンターテインメントで創世の陰陽師を担当させていただいております清水と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくバンダイナムコエンターテインメントで創世の陰陽師を担当させていただいております白椿と申します。よろしくお願いします。ブージャンプライターの創世の陰陽師を担当させていただいております矢野と申します。よろしくお願いします。でちなみにこのゲームってどんなゲームなんですか。はい、ちょっとゲームのご紹介をさせていただきます。今回創世の陰陽師のスマートフォンアプリを、作らせていただくにあたりまして、はい、ろくろくんと紅葉ちゃんが、まあ、出会ってドキドキしていくと、うん、その部分を、まあ、お客さんに体感していただけるような出会い、結婚、世代交代とその3つを大きな柱とした、ゲームを作らせていただいております。今回はプレイヤーの皆さんに自分自身のアバターを作っていただいて、自分自身が陰陽師として運命の相手を探し、うん、結婚し、うん、さらに子供を作り、うん、あれ子供を作るという形のゲームになっております。プレイヤー同士が結婚するっていうのがちょっとよく分からなくて、どういう、それでいうとまずやっていただくのが一番早いんですけれども、うん、今回この4人で遊んだ場合、はい、浅田さんが白椿と結婚し、え、子供を作ることができるかもしれない。男子校なんで非常に恥ずかしい。まあ、なんたって今回は世界最速プレイですからね。はい。これ以外にはない。どこ探してもどこでもない。ないです。ないです。はい。これだけ。はい。じゃあ早速、まあ救急如律令ということで創世陰陽師アプリゲーム始めまーす。あー。おー。はい。はい。はい。これでバトルスタートになります。はい。下にあるボタンがスキルアイコンとなっておりまして、はい、これを押すとスキルを発動します。で今浅田さんがスキルを使ったことで浅田さんの隣に数字が出てましたよね。はい、これシンクロの待機中ということになっておりまして、今浅田さんがスキルの数字が出てる間に例えば僕がこうスキルを使います。そうするとこのように浅田さんが好きという気持ちを伝えることができる。なるほど。戦い途中に、そうですね、戦い中にシンクロしてる。ちょっと集中しろよって話ですよ。ということは白椿がスキルを使って数字が出てる間に浅田さんがスキルをかぶせていくと、はい、今ですね、今これかちょっと遅い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 3分違いすれ違いすれ違いすれ違ってこれがすれ違い今これ気持ちがすれ違ってるよくある。結果白椿がやばい、あー、俺にハートを送っちゃった。今白椿するって、今ですよ、今ですよ、やばい、どれだ、あ、出ました。ちょっと遅かったですね。もうちょっとこうタイミングよく、なるべく近いタイミングでスキルを使っていくことでシンクロ値を稼いでください。何何何何何何何すいません、こういうことです。こういうことか。ここは妙にね、現実的なんです。リアルだなぁ。白椿の動き、敵だけじゃなく白椿の動きにもちょっと注目をしていただき、もう敵見てないっすもん、だって。あ、そうです、ね、これだ、もうそれをやっていただくと、はい、徐々に徐々に白椿の名前の隣にあるハートメーターがたまって、これだ、すごい。あ、そうです、あ、これだ、そうですね、はい、確かにやられちゃったら結婚もそもないですからね。ちょいちょい食べてますからね。一応これスタンプチャットのここでも使えるので、もし白椿が嫌だったら嫌なんだ、嫌という気持ちを示すこと。もうみんな敵無視してませんか。あ、ダメだ、え、なに、浅田さんとなかなか行きませんね。なんか今浅田さんの白椿に対するそのレゾナンス音が足りないというか、足りないシンクロしようという気持ちの問題ですね、これ。これ難しいな。声かけ合った方がいいんじゃないか、現実。あ、確かに今ドライブしてるんで。やるよって言えば。大丈夫ですよ、今。みんなボスの存在忘れてないですけど、ね、すごい敵出てますからね。ボス、うんぬん。あ、はい、あ、来た。あ、そう。ものすごいボスにバッコンやられてる。もうボッコンやられてるのみんな普通に。行きますよ、行きますよ。あ、そっち行っちゃった。なんかすいません。まずい。これはまずい。どっち行くんだこれ。俺はどっち行く。おー、光ってる。これで今、シンクロ値がかなり溜まっている状態になってまして、はい、で、そんな時に右側、ずっと光ってるのが考えますよね。うん、これを押すと、必殺技を放ちます。え、いいですか、押して。押してみてください。はい。お、主役解放。それぞれこれ必殺技を放ちます。おお、最後、この必殺技が4人終わった後に、はい、シンクロ値が最も高い2人は、レゾナンスを放つと。え、あ、さらに追撃するんですね。浅田さんと白椿がレゾナンスを放てば、2人今いい感じになってると。おお、来たー。来たー。すごい。かっこいい。やっとボスが相手してもらえてる。ようやく。ようやくボスが相手してもらえてる。
確かにそのドキドキしますね。そう。それもしない。あ、おわ、ダオスター。誰か。この結果ビクトリー。勝ちましたよ、皆さん。勝ったですよ、勝ったことで。ここからが本当のね、ドキドキなので。これを。あ、あ、これか。これは、え、これどうするんですか、これ。それ来てますね。それで2人がもうプロポーズのチャンスが来てますと。おっしゃってる。結婚したければプロポーズをしてください。じゃあします。はい。両方とも同じ画面が出てるんですね。なので自分がプロポーズした相手も自分と結婚したいと思ってくれていないと結婚できません。あ、じゃあこれ今ドキドキの状態なんですね。そうですね。もうこの沈黙がすごい緊張。この画面で白椿がどっちを選んだのか確かに気になる。お、めっちゃ祈ってる。すげえ祈ってる。そりゃそうでしょ。おお、嘘でしょ。嘘でしょ。台本と違う、これ。僕もびっくりした。台本と違う。もうちょっとこういうこともある。まあ、これもダメです。これもでもこれリアルですから。リアルだな。ガチ。まあ、じゃあこれ浅田さん、今月終わりと。終わりです。今も失礼します。はい、良かったんですかね、これで。これ大丈夫ですね。じゃあちょっと失礼します。じゃあ、ありがとうございました。浅田さん、またちょっとお疲れ様でした。反省して、反省してください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。荒沢さん、どうされたんですか。ちょっとさっき振られちゃって。振られた、え、女性に、白椿さんに。いや、そんな、荒沢さん大丈夫ですよ。実は、このゲームがあります。創世の陰陽師の PSB、プレイステーション B 対応創世の陰陽師のゲームになります。ご存知ですか。いや、わかんないです。基本的にアドベンチャーゲームになっていて、はい、まあ、プレステーションビータで遊べるゲームになってます。で、原作とは違ってですね、ゲーム専用の、うん、まあ、オリジナルシナリオになっていて、このゲームではマユだとか、あとゲームオリジナルのヒロインとか、はい、創世候補になっちゃうっていうようなシナリオで進んでいくんです。はい。え、それがなんで今振られた僕に関係があるんですか。いやいや、これ実は、まあ、ちょっとイチャイチャタッチイベントみたいなのがありましてですね、浅田さんにぜひタッチしていただこうかなと。イチャイチャしろと。そうです、もう創世の陰陽師のキャラクターでイチャイチャして、この振られたその気持ちをここにぶつけていただきたい。はい。じゃあぜひやってやりますよ。イベントプレイしていただきたいです。どうぞ。リア充だな。プールいいですよね。いいですね、行きたいな。そうなんですよ。なかなか大人になるとプール行く機会ないですからね。そうですね。確かに。俺誘ってねえ。おい、こんなとこ行ってみたいわ。普通に行ってみたいわ。そう、確かに。あ、来ました、ついに。これがいわゆるイチャイチャタッチイベントになります、ぜひ。え、おい、で、なんで一番高いとこ来るんだよ。あ、いいですね。ぜひ、今回このゲーム、ロクロの、ボイスが、まあ、没入感を意識したといいますか、はい、ロクロのボイスが、まあ、入ってない状態で、ヒロインだけの、ボイスが入ってる状態になってるんですね。なので、まあ、今回はぜひ浅田さんにロクロのボイスのところを喋っていただいて、本当にプレイしてるような感覚でイチャイチャしていただければ。僕がロクロなわけですね。もう完全にロクロです。はい、慣れきっちゃいます。
ぜひお願いします。はい、あ、さあ、うわ、来ました、ね、どうしよう。あ、今背中触っちゃったのかな。背中、あ、そうですね、今背中をちょっと背面タッチでもあのイチャイチャの反応が起きるような。そうじゃないけど、あ、いいですね。足撫でますね。お、ここか。柔らかい。柔らかい。柔らかいですか。柔らかい。柔らかい。え、いや、違う、違います。じゃあこれかな。早くちゃんと掴んで。どこ、どこですか。肩じゃない、さそう。どこをどう持てばいいのかわかんねえ。あ、いいっす。結構棒読みな。もうちょっとなんか気持ち込めていただいて。こうか。あ、いいっすね。こうか。あ、ちょっと、ごめん。こそばや、こそばやが覚えですね。どこ、これ、背中、腰のあたりを掴めばいいのか。あ、そうなんですね。これ、あの、同じとこをこう触っていくとヒントを教えてくれるんで。じゃあ、腰のあたり触っていく。あ、これでいいの。そう、そこでいいわ。さあ、あ、でも、え、これちょっとクリアしたってことなんですよね、はい、でもなんかちょっと残念な感じが、もう終わっちゃったかみたいな、はい、いやいやいや、これ実は、え、そうなんですよ、はい、こう触っていただいて、まあ、イチャイチャクリアすると、うん、ちょっとゲームでも、ゲームではバトルの方でもあの有利に進められるっていうような仕様になってるので、イチャイチャして世界も救ってイチャイチャしてみたいな感じで。あ、ただイチャイチャするだけじゃなくて強くなるために。そうなんです、世界を救うためにイチャイチャしなくちゃいけないっていう状況なんですよね。そこがもうやっぱ、まあ創世ですよね。そうなんです、まあ、恥ずかしがらずぜひイチャイチャして。で、こう、まあ、よくあると思うんですけど、あのフールでこう走ってたらよくないんじゃないですか。ここにちょっとヤシの実がかかっちゃう。あることじゃない、ありがちなことかなと。そんなことあります。ないですか。ないでしょう。これをちょっとやっぱ浅田さんに救っていただく、救っていただくミッションが、救うって、はい、これ外すぞ。あ、背中、え、あー、好きですね、背中、背中触っちゃうんだよな。でも一回取らなきゃな。そうそうそう。じゃあどうすんのこれ。じゃあここら辺ちょっとお尻あたり、ここか。あ、あ、やばい、これは。そうなるとさすがにもう触っちゃ、ちょっと怒ってますよ。いや、柔らかい。柔らかいですか。柔らかい、柔らかい。しっかり押さえとけよ。え、取れちゃう、取れちゃう。え、おお、危ない。さす、世界救いました、ね。まあ、ギリギリで、ギリギリまで浅田も楽しんで、浅田楽しんで、なおかつ世界も救える。世界も救えるんで、いいゲームだ。そう。いや、浅田さん、はい、今プレイしていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。いやー、もうすげえドキドキしましたね、やっぱり。やっぱり。まあ、もうここをタッチすれば。はいはい、クリアできるって分かるんですけど、はい、いや、分かります。あえてしない。楽しみたい。あー、分かります、ね。反応を楽しみたいんですよね。その感情になっていただけたら、もうこちらも大満足。触るとこで、はい、パターンが違うじゃないですか。そうですよね、うん。飽きない。いろいろ楽しんでいただいて、うん、まあ、最後に触っていただいて。はい、これ、イチャイチャしてるだけじゃないですか、はい、これ。いや、そうなんです、ゲーム。いやいやいや、イチャイチャ、今、ちょうど浅田さんにやっていただいたのは、イチャイチャパート、はい、ゲームの一部分であって、はい、他にもシナリオ、メインシナリオがあったり。バトル部分があったりと、本当、うん、ゲームの中内容盛りだくさんなので、今回このタッチイベントでは、はい、そのロクロのボイスが入ってないのは、まあ、先ほども言ったんですけど、はい、まあ、没入感みたいなところを意識して作らせていただいたので、うん、メインシナリオの方では、はい、あのしっかりあの各役者さんの、 あのボイスがあの本当全部入ってる状態になってるの で完全にいいとこ取りのゲーム、そうなんですよね、うん、なので本当にいろんな本当に原作で喋っていただいた方のも、そのまま聞ける、ゲームだけのオリジナルボイスが聞けるっていうところは、うん、本当にこのゲームの一つ魅力だと思ってますので、そちらもぜひ浅田さん、ね、じゃあ改めてパッケージとタイトルを言った方がいいんじゃないかなと。もう今、はい、発売中ですね。発売中です。これもう今すぐもう皆さん買いに行けるので、はい、ぜひあのプレイステーションビータ用ソフトの創世の陰陽師、ぜひ皆さん買いに行ってください。はい、遊んでみてください。新たな創生と回帰、この世界を彼らは救うことができるのか。創生の陰陽師、好評発売中。バンダイナムコ。おっす、俺 V ジャンプのドラゴン浅田だぜ。ご視聴ありがとうな。 V ジャンプチャンネル登録のみんなはこちらのボタンでよろしくね。そしてスマホの方はこちらでよろしくね。